エオティタノスクスは、約2億6700万年前のペルム期中期に生息した大型肉食単ユミ類の絶滅した属。単ユミツナ十ユミ目重子類エオティタノスクス科に属する。学名は、夜明けの巨大なワニ。発見された標本は、頭骨のみであるので、その体の特徴までは不明である。がっちりした作りの頭骨は縦に長く、鼻孔の位置は高い。 これにより、反水性であったという説もある。顎には、長い剣歯を持っていた。水中に潜み、この剣歯で水辺に近づく生物を、不意打ちし、捕食していたと言われる。大きさに関しては、復元された頭蓋は33センチメートル。ただしこれは、若い個体のものであったとも言われる。ロシアの異臭母から発見された金縁種のイバントサウルスの化石では、 断片的な上顎には20センチメートル以上の巨大な剣歯がついており、頭蓋長は推定で1メートルにもなるという。この種は、エオテタノスクスの大型個体であるという説もある。全長に関しては、もしその体型がゴルゴノプス型であるのならば、約6メートル、ビアルモスクスのように、長い尾を持つのならば7から8メートルと言われている。だが、これは推測の域を出るものではない。 ヨーロッパ・ロシアの第二体から数体分の頭骨が、化石が産出している。エオティタノスクスは、より小型の獣ユミ類ビアルモスクスと同族なのでは、ないかとする説がある。もし本当であれば、エオティタノスクス族は消滅し、代わって、ビアルモスクスが、史上最大級の肉食性獣ユミ類となるが、詳しいことは不明。ありがとうございます。